あのバーザー完全に安心しきってましたもんね。そんな余裕っすよ。いや、うまいっすね。またお願いしますね。これ今日のトリグ。ありがとうございます。 こっちに戻ってくることにしたんだ。今更勝手なこと言うなよ。俺にだってあの店継ぐ権利はあるだろう。うわっ、やめて、やめてください。いい加減にしてよ。ちゃんと頭下げようって約束したじゃない。ちょっとやめて、やめてください。いい加減にしてよ。ちゃんと頭下げようって約束したでしょ。 あんたがでしゃばっていいのは、あんたがでしゃばって気持ちがいいのは、結局あんただけじゃないですか。はい、はい、オッケー、カット。自分さ、いきなりでこれ一番最後何渡してたの、これ。権利書っす。権利書って自分にとってどんなもん？ 自分親からさ受け継いださ、はい、大切なもんじゃないもん。そうっすね、はい、めちゃくちゃ簡単に渡してんじゃん。<笑>そうっす。いや、ちゃんとこのさストーリーの背景掘り下げてきてんのかよ。いや、本当の自分の経験とか使わなかった人なんか響かないって。誰が思いながら出したの。見てみろお前、誰が持ってんだよお前。笑ってんだよお前。あ、次交代。 え？それ、うまかった。
Yeah. Yeah.翔太、みぞさん見てみ。めちゃめちゃビビってる。大丈夫ですか？大丈夫。なんかあったんじゃないの？最近。足痛いの？遠くないですか？山と海ばっかりですからね。 そういえば翔太、地元だっけ。いいな、こういう地元。いや、久しぶりです。いや、久しぶり。 元気。はい。何年ぶりぐらい。10年ですね。そんなぐらいになる。なあ。別にやってる。まあ。それだけやってもう本当それだけです。続けます。偉い。高橋さん。誰かと間違ってはんねん。ああ。少し空いちゃうよ。少し空いちゃう。みんな入って。こっちこっち。こっち。 あ、え、い、う、え、お、あ、お、まー。このしゃべり、今日の、たた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 た
体から離れてください。皮膚にしっかりとパッドを押し付けてください。皮膚にしっかりとパッドを押し付けてください。ショックが必要です。体から離れてください。点滅しているオレンジのボタンを押してください。体から離れてください。 知ってる？緊急対応ってね、入居するときにいろいろ聞いて、
延命かお見取りか同意書作るって。ほら今さ年金目的で親生かしとく子供とかめっちゃ多いからさ。私帰ろうかな。まだ始めてもないんだから。芝居とか無理でしょ絶対。あれ俺のせいじゃないよね。はい、俺じゃないよね。大丈夫ですか。行けます。行こう。考えすぎ。遅れちゃった。翔太、翔太行くよ。延長6年、若き僧の安珍は熊野大社への参詣の途中で庄屋の娘の清姫と出会い、二人は刹那の恋に落ちました。ところが安珍は修行を理由に関係を断ち、怒り狂った清姫は大蛇となって追いかけ、最後は道成寺の鐘の中へ逃げた安珍を焼き殺したという。清姫、安珍に向かって歌を読みかけています。先の世のちぎりのほど三熊野の神のしるべもなどなかるべき、二人の巡り合いは熊野の神様のお導きでしょうと読みかけます。三熊野の神のしるべと聞くからになお行く末の頼もしきかな。安珍様、よくぞお立ち寄りくださいました。こうして出会えたのは。こんなところに来てはなりません。私はあなたの迎えに行きましょう。いつまでもお待ちしております。きっときっとですよ。はい、ありがとうございます。そうだ、ちょっとできます。よーはい。安珍様、よくぞお立ち寄りくださいました。こうして出会えたのは何かの定め。清姫様、こんなところに来てはなりません。私は年来の願いがあり、身と心を精進し、はるばる熊野権現にお参りの旅を続けているところなのです。どうか清も連れて行ってください。あなたを一目見た時から愛とうて、心がもののけに取りつかれたようです。私は仏に仕える身、妻を取ることはできません。しかし御灯明や御手蔵を差し上げた帰り道なら、あなたを迎えに行きましょう。いつまでもお待ちしております。きっときっとですよ。はい、
藤田さん、辛い時はこうやって笑うやって。お手伝い前にいた時で言うたほんな、うん、あの時が帰ってきたって、なあ、うん、うん、で、ほんで、5月になって天気みんな違う、違ってた。兄ちゃん、サインして。サインですか。兄ちゃんどっかで見たことある。まあ、ドラマとかはまあ時々っすね。最近まあ舞台が中心なんですよ。でね、演劇部でミュージカルやってさ、軽音部に頼んで生演奏してもらった。へえ、生演奏めっちゃいいっすね。ちょっとなんか何？え、あ、うち？いや、うち演劇部なかったんですよ。え？そう。だからっていうか、まあ、高校の文化祭で映画撮ったんですよ。見れるの？え、その映画、うん、いや、まあ見れますけどね。上映会しようぜ。え、興味あります？実家から撮ってこいよ。マジっすか。地形だろ、撮ってこい撮ってこい。水口さんは演劇部にどんな話書いてたんですか？撮ってきました。地球の自転がだんだん。ありがとうございます。地球の自転が、そう、え、水口さんが演劇部で書いた本、はい、撮っておきが、その地球の自転がね、だんだん遅くなっていく話。おお。そんで、はい、まあ、主人公は高校生なんだけど、その子だけ、まあ、自転ってさ、1日こう24時間こそこそ帰ってきやがって。結果出えへんのやったらやめる言うちょったやろが。今度な、映画出るわ。何の役に立つ？なあ翔太、映画芸才能ある側のふりするんやめや。兄貴には分からんで。翔太、
どない？おりません。中松さ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 ん。本当にすいません。あ、いや。次の子探した方が絶対に早いって。これいつまで続けるの？よく我慢できんな。いつも辛くないの？山の中で暮らして。ちょっと。あ、もしかしておじいちゃん子だった？ちょっとそうじゃないと無理だよね。何言ってんすか？これできないよね。根岸さん。来ますよ。ごめんね。山本さん。山下さんはさ、いつから働いてるの？高校辞めてから。そっか。山下さん、こっち。山下さん。待って。待って。高橋さん、もう終わり。もう帰ろ。勝手に外れたらあかん。なんやねん。早う家に帰らな。息子は待ってんねや。そうやった、よかったな。来てたら会いに行こうか。話しまるな。来てたら私も一緒に行こうか、息子さんとと、うん、一緒に行こら。頭おかしいな。みんな死ぬの待ってるだけやないか。あんたかて同じや。どっから出た？裏から。大丈夫です。よかった。とりあえずお風呂入れます。行こっか。入れちゃう。山下さん、みんなでね、これからお祭り行こうって話してたんだけど、よかったら山下さんも行かない？じゃあ後でね。できた。いや、いいっすね、意外と。ちょっと山下さん、呼んできて。せえへんから話聞いて。話聞いて。話聞いてよ。なあ。お父さんよ。家族やり直したいね。もう罪もしっかり償ってきた。考えちゃったよ。もう一度な、やり直したい。お前とお母さんとも
じゃなかったらお父さんどうしようもないだけやんかな。言ってんの。だからお父さんの話、お父さんの話聞いてよな。なな聞いてって聞いて。なあなあ、なんで無視するん。ほんま言うこと聞かん子やな。お父さんその後ちゃうの。もう無理や、とっくに男できてんから。何やそれ、あいつのせいで俺らこんな目に遭ったんやないか。お願いします。決まっちゃったやろな。行くで。行くで。走るで。ほら。行くで。
らんしたの？ごめん、私警察行ってくる。は？逃げるや、翔太君に迷惑かかるわ。なんやそれ、おかしいやろ。なんで必死なやつばっかりこんな目に遭うねん。なんで弱いやつばっかり損せなあかんねん。傷つくために生まれたんちゃうやん。乗って。はよ。娘にバイバイまた来てよって言われたんですよ。俺なんて帰っても帰らんでもないですわ。俺もね、知らん間に我が家リフォームされてて。うわ、それむちゃくちゃやん。逃げたら会うでな。私ずっとお父さんのこと死ねって思ってた。毎日頭から離れやんかった。当たり前やろあんな。俺かて殺されかけたわ。ごめん。なんで山下さんが謝る。ほらあれや、神様は耐えられやん試練を与えんって言うやろ。あれほんまはな、神様は試練を与える代わりに脱出の道も備えてくれてるって話ね。他にも道があるはずやろ。どこまで行くん？
無理や。無理ちゃう。俺隠れんも得意やから絶対逃げたるわ。ねえ、やめとこう。うん、最高やろ。いけんじゃん。学校にはええ思い出ない。うちね、思い出ないよ。なんやそれ、そんな空っぽなやつおるか。他の人の思い出には山下さんが残ってるかもしれやんで。残ってへん。なんでそんな風に思う。そんなん寂しないんか。俺はいつまでも誰かの心に残ってたいけどな。そのために役者やってんねんから。山下さん。山下さん。来たりしやんよね。アホ、誰が来んねん。警察も空き家には入れやんて。なんかの芝居で見たことあるわ。これまだ食べれるで、うん、何も食べてへんかったな。息子や弁護士を装い、交通事故の示談金や仕事のミスで
翔太くん。おいしい。急に食べたからおかしなった。こんにちは。バイトさせてもらえませんか。どうしたん。財布なくしてバイト探してるんです。こんなところで。はい。警察連れてちゃおうか。あ、いや、ちゃんと届け出した方がええって。ちょ待っとけ。届けは出したんです。あ、駆け落ちなんです。は？本当は私たち家から逃げてきて。ほな手伝ってもらおうかな。ちょうど忙しい時期なんよ。あ、そこで手洗って。はい、ありがとうございます。休み。ありがとうございます。面白い子やな、あの子。
うちの人の若い頃とは大違いやわ。あの人もね、ここから逃げ出したことあるんやで。そうなんですか。私も一緒になって駆け落ちみたいなことしてね、結局引き戻されてどえらい目に遭うたわ。でもな、雪に耐えて梅花麗し言うて、梅の香りの良さは苦しさからしか生まれやんの。これからどこ行くん？和歌山市内です。ほなら乗せてこうか。その代わりもう少し手伝ってよ。寝るで。おやすみ。してください。あかん、逃げれやんぞ。自分からは分からんけど、和歌山市内に行くって言うてましたよ。なんせ朝起きたらおらんかったんで。でもええ子やったけどね。部屋の中なんか取られたりしてませんか？お父さん、ちょっと見てきて。取られてません。お父さん、すいません、仕事戻ります。何が目的で逃げてんのやろな。子供のかくれんぼみたいなもんでしょ。
や本気で逃亡してくれたらよっぽど早う捕まんやけどな。行こう。休むか。どうした？生きてるで。よかったよな。第2コーナーから最終バック、しかし9番中川まくりファース。6番の藤井が先頭、外回りの藤井が先頭、6番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 の藤井が先
けるって言うたよ。バイト探そうよ。あ、じゃあ勝負しようね。一日でどっちが稼げるか。どうしたん？あの、これ興味あるん？人足りひんから助かるけど、お願いします。あ、でも私身分証今なくて。二十歳超えてる？はい。お酒は飲める？はい。じゃあやってみようか。ちょっとこれ持っといて。言うてるわけ、はい、連絡とか相談とか報告とかそういうのは大事やっていうのは、それは大事ですよね。あの、その大事さを分かってきてるところはいいところやと思うね。ちょっとうまいこと俺やっていけるかなって。でも大丈夫やろ。ママやっていける？うん、大丈夫。すいません。お酒作るん上手やな。あ、お父さんお酒飲みやったんやろ。心配せんでもええよ。おいで。おじさんたちと。わあ、そうか。いや、カラオケ今度一緒に行きましょう。僕も歌いたいんですわ。記録が出ると半額にしてくれるんですよ。やってみよう。だからやっぱりちょっと必要ですね。遅かったやん。ごめん、待ってた？えらい機嫌やな。そう？なんかふわふわするわ。なんかな、うちなちゃんと働けてるって言われたんやで。働いてきた？うん、夜のお店なんやけど、ナナさんもまた来てって。なんか不思議な感じ。違う人の人生みたい。翔太くん、前に脱出の道があるって言ってたよ。あれ翔太くんのことやったよな。
っぱりな、盗んだり賭け事せんでもちゃんと稼げるんやって。絶対こっちの方がいいわ。ずるしたないやん。あのまあ、翔太君は何してたの？何してんの？家でやりなさいよ。すいません。親厳しいんで。もう出て。はい。俺もう早く帰り。ほら、お嬢ちゃんも。お嬢ちゃん。
改まったら船に乗って島に行ってみよう。それでな、うちらのこと誰も知らんとこ行きたい。昨日のお店ならお給料もいいし、少し頑張ったらいけるかもしれやんで。ご飯食べいこら。翔太君お腹すくと機嫌悪なるやろ。俺たち追いかけられてんだよ。分かってるよ。分かってへんよ。分かってへんから言うてんやろ。ごめん。いちいち謝んなや。ごめん。だから謝んなって。何も思てへんし。違うよ。なんでそんなんやねん。俺お前のせいでめちゃくちゃになったんやで。俺のこと何も考えてないやん。そやったらなんで一緒に逃げたん。お前がそうさせたんやろうが。俺関係ないやん。たまたまやん。たまたま迎えに行っただけやん。お前みたいにな、山の中でのんびりとしとったんちゃうやろうが。東京で必死にやってたんやで。なんでお前みたいなやつに足引っ張らなあかんねん。返せや。俺の人生返せや。大体なんであの時抵抗して逃げやんかって。昨日は逃げたくせに。人の気持ち分かってへんのは翔太くんやで。全部お前のせいや。なあ。痛いなもう。痛いな。
来てくれた。さ、入って。おしぼり巻いてくれる？彼氏と駆け落ちしてるって言ってたやんな。あれっていつからな？3ヶ月前です。そっか、ほんならええわ。さあ準備準備。次のニュースです。御坊市の高齢者施設内で起きた殺人未遂事件で、被害者の男性が本日未明搬送された病院で死亡しました。容疑者の男女は和歌山市内で逃亡している可能性があり、現在和歌山県警は容疑を殺人に切り替え捜査を続けています。
末っ子だな。そうやな。どこ行ってた？ずっと待っとった。うちはもともと一人やろ。あんたとちゃうわ。タカラって、ええ名前やな。大嫌い。自分が全部嫌い。なんでこんな名前なんやろ。宝物なんやろ。うちがな、父さんにひどいことされてた時どんな気持ちあったかわかる？いつかこの苦しい思いから自由になれたらすっごい優しい心になれるんやって思ってたんや。だからずっと我慢してきたけど、ほんまは違ってたんやな。ええなあ役者って。だっていろんな人生を思い通りに生きられんのやろ。うちもなりたかったな。なれるで。翔太くん、翔太くん、
入り合いの鐘が終わり、月下に夜会の幕を上げましょう。アンチン様、よくぞお立ち寄りくださいました。こうして出会えたのは何かの定め。清姫様、こんなところに来てはなりません。私は年来の願いがあり、御心を精進し、はるばる熊野権現にお参りの旅を続けているところ。どうか清も連れてってください。あなたを？あなたを一目見た時から哀悼って心がまるでもののけに取りつかれたようです。私は仏に仕える身、妻を取ることはできません。しかしお灯明や御手蔵を差し上げた帰り道ならば、あなたを迎えに行きましょう。いつまでもお待ちしております。きっと、きっと、きっとですよ。
遅なった。その心に残るようなそんな特別なやつちゃうね。それにな、人には言えへんこともして、
もう決めてんから。翔太くん、ありがとう。なんや急に。うちな、ようやくわかった。意味ないことなんか起こらへんのよな。もう行かなくては。出発の時が来ました。もう準備はいいの？ええ。エビホードフ、街灯だ。さあ、いよいよ出発よ。親愛なる友人の皆さん、今この地を去り、新しい時代に踏み出すにとって、一言物申さずにいられましょうか。永遠の別れを前に、私の奥底に湧き上がる感情を吐露せずにおられましょうか。もうよしなさい。すべては終わったのですから。いいえ、これはまだ始まり。お疲れ様です。お疲れ。お疲れ様です。翔太、終電、帰るから行こう。
作ったらええだけやんか。ほら、辛い時はこうやって笑い。アホ、そんなんまた新しい場所作ったらええだけやんか。ほら、辛い時はこうやって笑い。アホ、そんなんまた新しい場所作ったらええだけやんか。ほら、辛い時はこうやって笑い。行こうか。見てみよう。ちょっと待って。いや、結構ええでこれ。え、でも。もう一回行く？うん、もう一回しよう。